皆さんこんにちは。お部屋探しのハートサポートの岩木です。本日ご紹介するのはですね、こちら人気のラグゼナシリーズよりラグゼナ八王子横山町のご紹介です。はい、とても素敵な物件ですね。中がとても楽しみです。エントランスはオートロックになっていますね。まずはオートロックを解錠いたします。エレベーターがあり、後ろにはこちらメールボックスと宅配ボックスがございますね。非常に大きなマンションであるということがわかります。はい、こちらを開けてみましょう。あ、こちらペットの足洗い場がありますね。ペット飼育可能物件です。詳細は概要欄に記載していますので皆さんご確認くださいませ。今日は12階の 2LDK タイプを撮影していきます。はい、まずはエレベーターに乗って12階へと向かいましょう。それではエレベーターに乗ります。はい、本日撮影する12階へとやってきました。内廊下仕様のとても静かな環境ですね。それでは本日撮影するお部屋の扉を開けます。玄関広いですね。 2LDK タイプのご紹介です。はい、それではまずはリビングダイニングキッチンに向かいましょう。はい、リビングダイニングキッチン、キッチンは3口ガスコンロのシステムキッチン、非常に大きなキッチンですね。一度全体を見ていきましょう。はい、横に広いタイプのリビングダイニングキッチンですね。非常に人気の間取りですね。続いてバルコニーを見ていきましょう。はい、バルコニーも広めですよ。洗濯物が干せますね。はい、あちらが駅の方向ですね。ドン・キホーテが見えます。12階からの眺望はこのようになっています。はい、角部屋になりますので2面採光になっていますね。さあ、リビングに嬉しい収納がございます。はい、もう少しキッチンを細かく見ていきましょう。はい、浄水機能付きですね。はい、シンクも大きいです。冷蔵庫置き場は後ろにございますね。で、こちらが炊飯器やレンジを置くスペース、その横に収納がございます。さあ、 2LDK ということで2つのベッドルームがございますが、こちら1つ目のベッドルームです。正方形に近い形で非常に使いやすそうですね。はい、シングルサイズのベッド2つ置いても問題なさそうです。はい、大きな収納ですね。続いてもう一つのお部屋の方を見ていきたいと思います。はい、こちらも同じくらいのサイズですかね。大きいです。クローゼットはこちらの方が大きいですね。
こちらがトイレ。水回り見ていきます。はい、独立洗面台は三面鏡になっていますね。そしてお風呂です。あ、お風呂には浴室テレビがついていますね。すごい大きいテレビです。そして皆さん見てください、これミストサウナというかあります。乾燥暖房換気ですね。はい、続いてですけれども室内洗濯機置き場、十分なスペースが確保してますね。ドラム式でもこう前にあってもですね、ここまでだとしても十分に入りますね。はい、収納このようになっています。はい、では最初にご覧いただいたこちら、はい、あの一つ開けただけで大きなシューズボックスであるということが非常にわかります。あ、これはもうものすごい量の荷物が入りますね。下にもスペースがありますから、はい、良いです。はい、ラグゼナ八王子横山町、はい、こちらの広さでですね、概要欄に記載されている通りの賃料、また初期費用等でご入居いただくことが可能です。23区ではない、エリアだからこそこの賃料で入居可能、中央線でですね、新宿、一本で行けます。非常に立地良いのでご検討いただける方多いのではないでしょうか。はい、今回のルームツアー動画は以上です。さあ行くぞ。皆さん、ルームツアー映像をご覧いただきありがとうございました。とても素敵なお部屋でしたね。このようにですね、お部屋探しのハートサポートはルームツアー映像を撮影して YouTube 動画に公開しておりますけれども、日曜日、月曜日、木曜日、金曜日のこの4日間、週のうち4日間ですね、10時20分、夜の10時20分から11時までライブ配信で物件探しを公開で行っております。私があのパソコン前でですね探しております。チャットメッセージでですね、ご希望のエリア、入居人数、そして賃料のご予算、こちら3点をですねチャットメッセージでお送りいただければ、当日のライブ配信でご紹介をさせていただきます。お気軽に皆さんご視聴いただければと思います。はい、今回も素敵なお部屋でしたね。次回のルームツアー映像も皆様お楽しみにお待ちくださいませ。私たちが目指すものは不動産業界を塗り替えることだ。お部屋探しのアートサポート。